していくわけ。宇宙兄弟ですね。宇宙兄弟 の、うん、あのまだ宇宙に行ってない段階しか見てない。あの漫画ってそのちゃんとこう宇宙飛行士の方にインタビューしながら、うん、なんか作ってるらしくって、あ、地震や。え、嘘、これ地震だ、やばくない？ちょっとすごいぞ。縦に入れたで今。今すごい。大丈夫。え、ちゃんとベッドの下に隠れた方がいいんちゃう今のうちに。次来るんちゃう？うん。いや、まあ、ああ。すごい。めっちゃ揺れてたで。次こっち来るんだ。今、ほんま、向こうから、うん。こう、波がこう、押し寄せてくるみたいに、ドドドドドドドーって駆け抜けていきましたよ、今、波が。いや、ちゃんと分かった。こっちから来て、こっちに去っていくのが分かるぐらい。今分かりましたね。え、面白い。そんなことある？いや、でも。長い地震人生で、ちょっと俺、まあ、それ経験したことないわ。地震ってそうじゃないですか？なんとなくどっちかからか波が来たって感じしません？いや、すごいな。いや、僕、多分その瞬間パニックってるから、それどころじゃなくて、おい、揺れてるみたいな。そうよ、言うわね。やっぱちょっとザラさん違うな、普通の人と。いや、みんなわかるだって。いや、聞いてみ、ほんと。いや、そんな、地震来た瞬間に、ああ、今のは西から来て東に去って言ったら、そんな人おらへん。人おらへんね。ちょっと。今、そんな感じでしたね。ほんと、ちょっと、地球の人に、あの、地理地殻活動研究センターの人たちに聞いてみなあかん。どうですか？専門家としてね、そういうもんですか？うん。多分ね、その体で感じれる人なんやろうけど、そんな余裕あるかな、地震の時。いや、でもね、今ちょっと激しかったですよ。あの、いや、今のやばかったよね。あの、なんていうんですか。どこやろうな。ダダダダダっていう感じでしたよ、その、うんうん、波、振動がシャープやったというかね。そうだよね。グラグラじゃなくて。うん、だって縦に揺れてたもん、なんか画面。ね、うん、後でよくゆっくり見てみて、縦やで、あれきっと。すごい近いんちゃらしい。すごい無事な。関東でも大きな揺れありましたからね。ズドンって。ありましたよね。うん。でも、関東の方って、震度3くらいってしょっちゅうないですか？まあ、今回は5ぐらいありましたけど。確かに。うん。利根川沿いは結構あるんですよね。震度3ぐらい、ね。うん。あります、あります。だもう震度3とかだといちいちピーピー言わせてたら鬱陶しいから、もう震度5以上しかならないようにするとか、僕は設定してますけど。それぐらい頻繁なんや。ああ、体感的に分かるといい、ね。地震が大きくなるかどうか体感的に分かります。あ、この地震が大きいかどうかが、その辺のこう直感で、その初動で分かると。最初の鋭さみたいなのとっちゃいます、ねね、そういうことですかね。いや、ほわーってきて、あ、なんや、なんかめまいするな、みたいなのはね、うん、あんまり大したならへんとかさ。いえ、でもまあ、分かっても、どうしようもないですけどね。そうだよね。地震ってね。多分ね、目の前にヘルメットあっても、こう、かぶれない地震あるわ。ああ。何やろ、もう。って思ってるうちの方が。うん、ああ、揺れてる揺れてる。ああ、どうしよう、揺れてる。ね、そう。いや、でもまあ、地震ってほんまに、そういう気配があるというか、こう、いまだにこう、予知できるかどうかって研究をしてるじゃないですか。一応できないことになってますけど、今は。うんうん、ただ研究したら予知ができるようになるんじゃないかって思わせる気配がありますよね、地震にはね、なんか、うん。そうしないと予算も取れへんし、やっぱり、うん、できることはあるんじゃないかと言われていて、そのいくつかが例えば数秒前に分かるとかね。うん、僕らみたいな普通の生活をしている人が5秒前に分かってもそんな大差ないですけど。なんかね、5秒間無駄に過ぎてきますよね。そうそう。20秒後に行きますとか言われても、僕20秒間多分有効に全然使えないと思う。そう。どないせえっちゅうねんっていう感じで。やめて机の下に入れよとか思うけど、全然入れないですね。うん。ただその、そういうこう、危険物扱ってる施設とか、に、そのセンサーで5秒前にさえ分かれば、パッと蓋閉じて、こう安全状態にできるとかね。そうだね。そういう施設は助かりますよ。5秒あれば十分ですよね。本当に、うん、地下鉄とか、あと新幹線なんか5秒でも大事やから、すぐ止まり始めるやろうね。なるほどね。ジェフさんが直前しか分からない。まあそうですよね。それ、いろいろ。いや、今、まあそうって。いや、まあ、まあそうですよね。直前に分かるってすごいことですよ。直前に分かるんですよ。ほら、家族に、家庭にシェルター欲しいです。うん。そうですよね。本当にね。家庭のシェルターってどこだと思います？
地震の時ってほら、柱が多いところにいといた方がええっていう、昔からよく言われてるでしょ。あ、そうそうそう。一応トイレとかお風呂とかね。そうやね。トイレお風呂やね、家の中で言うとね。っては言われますけどね。ほんまにそこでいいんやろうかねっていうのが僕昔から謎なんやけど、いや、僕も多分、お風呂やろうと思ってるんやけど、構造的にも、あれ、一応、半分モノコック構造やし、浴槽の中に入ったらかなり丈夫なんちゃうかな思うけど、福島のやっぱり津波の時の被害とか見てると、全然お風呂でも足りへんな。いや、でもその、お風呂場の浴槽の中に伏せるっていうのは有効じゃないですか、結構。そうやろうね。浴槽自体も硬いですし、なんか持ってきた時ね、うん。シェルター、今まあ、シェルター欲しいっていう話ですけども、その、うん、シェルターって言ったらその核のシェルターって言うとその地下にこうあってね、なんかこうっていうイメージありますけど、最近はそのやっぱりあの津波のことも受けて浮くシェルター、そうそうあるよね、あの何個か発売されましたよね、丸いやつとかね。僕が聞いたやつはその強化発泡するですごい硬いんですけど、浮く素材と。おー、うん、FRP のはなんか聞いたことがあるわ。ああ、FRP ね、うん。船と同じ素材で、あれほら、あの、使うでしょ。レジンで固めたガラス繊維です。はい、やりますね。うん、高そう、そんなあるんですね。そうなんですよ。だから、僕が見たやつは、あの、強化発泡スチロールで、こういう、こう、ドーム型のやつで。で、まあ、ちょっと比較的安くてね。で、普段は、うん、この外の物置として使えると。ああ、なるほど。外に出しっぱなし、あの庭に出しっぱなし、うんうんうん。で、中でお茶飲んだりできるんですけど、うん、あのちゃんと密閉すると、そういうふうにこう、浮くし、かつ、その、丈夫、硬いんじゃなくって、うんうん、丈夫で、こう、ボヨンボヨンと。あ、なるほど、なるほど。あの、衝撃を吸収しながら、こう、うん、漂流できると。使ってるもんね。うん、そう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 。そもそもシェルターの素材って何なんですかねと。僕が言ってるのは強化発泡スチロール、すごい硬いなんですけど、うん、チタンが、まあ、ねえ、チタンがかっこいいな。そんなんあったら盗まれそうやな。チタン、そのまあ軽くて錆びなくて歯のインプラントの、ね、ネジに使うぐらいこうあの体に、あ、そうなんだ、ネジに使われてるんや。使われるは新、拒絶反応が出ないいい素材なんですけど、クソ高いですからね。うん、で加工も難しいよね、あれ結構割れやすいって聞いた気がする。あ、そうなんや。鉄みたいにこう、柔らかくはない。一番信用できるって言われました。信用できる。そうなんですよ。実際そうなんですよ。宇宙に行けそうな感じの感じはありますよね。ほんまにこの研究の方でも、一番期待されてる金属はチタンですもんね、研究されてるね。ジェフさん言うてんの、それもあれやん、ほんまに70年代の完全なあの核の対策用のやつじゃないですか。まあそうかね。地下にいるんでしょう。でも、うん、日本でもそういう地下のシェルター作ってる人は確かにいますよね。あと家自体を30センチ以上のコンクリートにしてる人おるわ。僕の前 の、うん、あの指導教官の先生、そんなことやってはったわ。あれはやっぱ地震の時怖かったから言うてましたよ。あ、まあ、でも30センチだから地震も、うん、あの対応できるし、核云々があった時のことも対応できると。うん、そうやろうね。ね。攻撃されても大丈夫そうな感じやけど、要塞みたいな感じでして、ね。そうやな。でも強化プラスチックの、あ、じゃあ発泡スチロールのやつは確かに、ごく最近はね。あの、ごく最近です。和歌山とかに確か実際泊まれるとこなかったっけ、それで作ったでっかいゲルみたいな。あの巨大な直径10メートルぐらいのお家みたいなのを、いくつかのこの肉まんのね、外側のほら、肉だけ食べて、外側のあんの部分、あの、まんじゅうの部分だけを、なんか上から何等分したような部品が、それをガーッと重ねていくだけで、ものすごく、そこそこ厚いから、あの断熱性もすごい高いし、中も静かで、かつ頑丈で、安くてっていう。のを作ってて、それに実際泊まれるとこ、確か和歌山にあった気がするな、キャンプ場で。あれ泊まってみたいに。すごい可愛いよ、なんか、こんな、なんちゅうなんだ、あの、おしゃれな形してるんですよ。おかしみたいな感じしてるの。ちょっと未来的ですよね。未来的。あれがいっぱい並んでるところがあって。直径10メートルは、それ、相当でかいですね。でかいんですよ。うん。で、可愛らしい窓ついててね、もうファンタジーの世界なんだけど、あれそのまんま、
津波来たら浮いていけるんちゃうかな、ちゃんとくっついてれば。うん、マカロンみたいな感じですよ。マカロン。わかるでしょ、この。まあまあ、まあ、要は肉まんですよ、肉まんの形。マカロン言うたら可愛らしいよ。肉まんですわ。肉まんね。うん。はい、枕はこの辺に視聴者ですね。はいはい。枕に1時間半使っちゃいましたけど。そんなにも喋ってんの？